お疲れ様です。お疲れ様です。ですね、このオートバイ、はい、ね、見覚えあると思いますけど、ね、この外装を外しちゃうとなんだかね、わかんないかもしれませんが、はい、ね、この川口さんのね、シート、ね、このアップハンドル、ね、見ていただければお分かりかなと。これはね、藤森慎吾くんのザッパーちゃんです。今ね、このザッパーちゃん、外装ない状態なんですよ。はい、っていうのはですね、慎吾くん購入した時点から、このザッパーちゃんをね、この色に塗りたいっていうのがあったんで、オールペンに出してるわけなんですよ。そしてね、まあ、オールペンに出してる間、ただ置いとくだけっつうのもあれなんで、今回はね、慎吾くんのザッパーの、僕がちょっと気になってたところ、はい、ここの修理と、プラスアルファの整備をやっていきたいと。お、そして、はい、最後には、慎吾くんが、あれやりたい、これやりたいっていうのを僕前から言われてるんですけど、どうしてもタイミングが合わなくて、なかなかできなかったカスタムを、まあクリスマスプレゼントになるか、ね、お年玉になるか分かりませんが、はい、やっていってあげたいと。お、いいですね。はい。で、まずはですね、はい、何を修理するか。はい。これね、どんなバイクでもあるんですよ。とにかく古いですから、こういうね、ヘッドカバー。特にね、川崎さんっていうのはここがね、ゴムのグロメットが入ってる、これゴムなんですよ。ですから、はい、やっぱ熱が入ってきて、あの冷えて、熱が入ってきて冷えて、ここがだいたい硬化して、こっからオイルが漏れるんですよね、こういう風に。あ、オイルにじみ。あ、はいはいはい。ね、これ何回拭いてもやっぱにじんでくるんで、はい、ほんの少しの時は気にならないですけど、これ走ってるとこういうズボンね、ふわーって走ってズボンにつくとか、うわね、いろいろもうありますんで、はい、今回預かってる間に、まあ、こういうのをやっていこうと、そういうわけでございますと。はい、まずはね、もう早速やっていきますが、イグニッションコイル、ね、はい、外していくと、ね、これを外す、なんで外すかっていうと、まあ、ただただ整備性を上げるだけですよ。まあそこにあったら邪魔ですもん、ね、邪魔です、ね、そしたらね、ブローバイのね、ホースがついてるんですよ。お、はい、これね、これ本来であればないんですよ、はい。この前の年は、これと同じこのフィンのぺったんこのやつなんですよね。で、国内ものっていうのもこれぺったんこなんですよ、はい。だからこれは、まあ、おそらく排ガス規制でこういうのをついてるんでしょう。まあ、アメリカは排ガス規制厳しいんでしょうね。あ、ほらこういうのがついてるんですよ。へー。で、これがエアクリーナーに入ってくと。あ、これよくありますよ。いろんなバイクについてます、こういうね、排ガスのやつはね。私もね、読者ばっか作ってるおじさんじゃないんです、はい、こういうね、基本なこともやると、まあ、正直ね、整備は僕は大嫌いなんですよ、はい、僕はもともと改造するのが好きでバイク屋を始めて、やらないとしょうがないから修理をやり始めて、やっていると。もうほら、古いバイクじくってるからね、はい、それはもう修理っていうのはもうつけもんですから。そうですね、はい、私はね、楽しいことだけしたいでね、このクリアランスね、タペットのこのクリアランスのやり方なんちゅうのは、今もう何 YouTube とかね、見ればいろんな出てきますからね、そっちの方で見てください。あたいの方はね、もうここら辺は省いちゃいますから、はい。それでね、まあ、なんでこれをやるか、タペットクリアランスが広すぎるとカチ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 とかよくあると思うんですけど、異音が出てきたりね、逆に狭いと健全な圧縮が出なかったり、はい、しかもこれ熱がね、入った時と冷えてる時っていうので熱膨張がありますから、ここら辺のさじ加減も非常に難しいんで、
任せるところはバイク屋さんに任した方がいいんじゃないかなと。こういうのってオートバイ屋さんにやっぱこういうの修理出すと、ね、一発2万3万それはかかりますよ、はい、あのすげえ大変なんですよこれ。やった人間は大変ですから、これからそれをやるわけやるんですよね。しかも頼まれてないのにやるんです、はい、ね、というのは僕が気になっちゃったからです。これ最初から漏れてたら僕も直してるんですけど、はい、漏れてなかったんですよね。だからよくあの売ってから、はい、やっぱ半年が一番トラブルんですよ。へえ。要は動かしてなかったものがいきなり動き始めるとか、あ、普通の中古車とはわけが違うからね、はい、誰かが乗ってたやつならまだいいんですけど、これでね、あの何十年も寝かしてたね僕はやつをあの探してきてこうやって起こすんで、程度は抜群にいいんですけど、やっぱりあのこういうね硬化したところとかそういうところっていうのはやっぱりしばらくねしてから調子が悪くなるっていう場合もありますから。確かにそのね、とりあえず試乗はするけどっていう感じですよね。それだけじゃすぐ出ないよ、ね、僕っていうのはあのお客さんとねトラブルにならない秘訣、はい、これあの二十何年やってて思ったってことが、曖昧なことは言わない、故障はしない、要は現状渡しじゃないですけど、はい、結局何が起きるか分かんないっていうのが旧車ですから、はい、ね、そこを踏まえて分かってくれるお客さんにしか売らないね、お金たくさん出してくれるからと言って誰にでも売らない。まあここに尽きると。確かにそうですね、はい、はいよ、はい、でクリアランスっていうのはね、はい、SIM っていうのがあるんですけど、はい、これにいろんなサイズがあるんですよ。厚みがシックネスゲージというのを使って 0.08 とか 0.05 とか 0.10 とかね、いろんな書いてあるのがあるんですけど、はい、これを使って、はい、このね間の、まあこの間にねこれを差し込んで、ね、この間にねこれを差し込んで、ここのクリアランスを測っていくわけですよ。ここのクリアランスをこうやって、はい、一個一個測っていくわけですね。すごっ、はい、各車種で、はい、いくつからいくつが許容範囲っていうのが書いてますから、はいはいはい、それを確認の上測っていく、その許容範囲内に数値が来るようにこれで測って、そしてこの SIM っていうのを交換してあげると、そういうことなんですね。そしたら、はい、SIM をね測る前に、はい、こういうふうにね表を書きます、はい、1番2番3番4番要は1番2番3番4番ね、クリアランスがいくつあったかここに書いて、そして今度はこの SIM を外した時にこの SIM サイズがいくつあるかね、そしてこの規定はね 0.10 から 0.15 ぐらいの間で僕はやるつもりではいますけど、それを計算してここに書き入れていくと。このね Z1 とかはアウターSIMっていうね、これをばらさなくてもSIM交換ができるんですけど、はいはいはい、ザッパーに関してはこのインナーSIMっていうタイプなんで、一回これ全部ばらさないとSIM交換ができないと、はい、はい、これはだから見ないとわからないもんですね、はい、私はあのザッパーちゃんはなんでこれ開けたかというと、慎吾君にもありましたけどめちゃくちゃ興味があったんですよ。あ、でも開けなきゃよかったなと今つくづく思っていると。いや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 、でもな、もう開けたからやるかな開けたからにはやりますかね。全体的にね若干狭いんですよクリアランスっていうのがね、はい、だから余裕を持ったねサイズに変えていこうかなと思ってます。はい、休憩もあっても、はい、一番大切なのは資料ですから、ね、はい、入手しました。お、ね、それでねやっぱり経験だけではどうしてもわからないっていうのがね、その規定値、はい、それをね改めて知るためにこれを入手したわけですけど、バルブクリアランスですね、はい、はい、これを
どちらかというと僕はね、熱量とか考えると広めにねバルブクリアランスを取るようにしてますけど、はい、まあ、今回もバルブクリアランスメーカーのね標準値 0.08 から0.18、はい、だからまあこれの中でまあ最大限に取るような形にしていこうかなと思っておりますと。はい、すでにねもうこういうふうにこの前書いた通りね作っておりますので、はい、今回は新品のねこういうのもねまだメーカーで出るんですよ、ね、これがシムって呼ばれるやつですね、はい、これをどんどん組んでいきますと。これは本当にねもうマジでマニュアル持ってない人は絶対やっちゃダメですからね。もうエンジン一撃でおしゃがですから、はい、はい、そしていろんな工具も必要になってきますから ね、 ねこれがシム、ね、ここにシムが入るんですね。これがインナーシムって言われるやつ。本当今回はエキゾーストとインテークでね8個シムがあるんですけど結果5個ね交換しました。5個交換すると結構だよね。半分以上ね、半分以上交換するわけですから。だからまあ3何キロぐらい走るとクリアランスがだいぶ狂ってくるっていう話ですよね。要は摩耗ですから、程度がいい悪いじゃなくて摩耗により変わってくると。ね、そしたらまあシムはね入ったんでカムをね組んでいくわけでございますけど、このカムのホルダーとかにね傷がついたりガジったりしないようにこういうペーストと呼ばれるねグリスをねつけていくわけですよ。オイルのドロドロ版ですよ、はい、そしてこれはね長期間やっといても基本的には油分切れっていうのを起こさないねやつですから。このカムホルダーのねカムホルダーキャップっていうのがあるんですけど、これって同じ形に見えるんだけど一体型のやつを加工してるんで、例えばこの1番のやつってここにもつけようと思えばつけるんだけど、はい、ダメなんですよ。セットで作られてるもんだから。へえ、はい、そしてねよく俺がテルクレンチって言ってますけど、はい、手である程度組んだ後は本当のねこういうトルクレンチっていうのでね規定で組んでいくと。カムにある水平マークと水平マークね、この矢印のね、水平マーク水平マーク、ここを水平に合わせてどんどん締めていくと。一人はしんどいな本当に。ケントカメラなんかもう持たんと手伝ってくれよ。いやちょっとこれは難しいですね。手伝えと言われても。いやそしたらもう仮締めしたら今度はこのトルクレンチでね、はい、やっていくわけですよ。そしたらこれもね、もうトルクかかってますね。おう、ね、このカチッって言ったのがトルクですか。よ、そしたら次はねホイットを組んでるね。 でもこれゴムなんですよ、はい、ここはねここゴムね、だからこういうのはもう新品に変えていくと、ね、こうやって組んでいくと。そしたらもうこのゴムはねいらない、古い、はいね、とりあえずカムね、カモルダー全部つけ終わりました、はい、でこっからですよ、はい、真骨頂は。そうですね、今回なぜこれを上げたかというとこのクリアランスを測るのとこのオイル漏れを直すためにヘッドを上げてここまで大掛かりになってしまったわけですので、はい、まずここで1回また測ります。あ、そうですね。そしたら規定通りね
0.10 から 0.15 の間で、シムをね調整してるわけですが、ねね、これ 0.12、はい、だから規定内ということね。はい、はい、OK、はい、ね、でここまで、まあもうそもそも別にシムを測るために開けたわけじゃなく、はい、オイル漏れだったからそもそも開けたわけです、はい、もうここはねもう絶対漏れるんで、はい、もうだいぶ賢くなってるんですよ、はい、あのもともと Z1 とか Z2 っていうのはこのね段がある方が基本外、はい、こうやってこういう風になってたんですけど、こういう風にね、おー、はいはいはい、だけどエンジンをやってる人なんかはもう漏れるから、あえてこれを内側にしたりしてたんですけど、はいはい、ね、今ではもうほんと賢いからこれが内側に入るようにここに溝も切られてるんですよ、ちゃんと。ああ、はいはいはい、あ、なるほど、はい、そこに入れてくださいと。だからもう川崎さんも分かってるんですよ、漏れるっつうのは。はい、そして私はさらにね、もうこれも漏れるんで液体ガスケットね、ここにもちょっと塗ってあげると、ね、そしたらもう漏れませんから。でこれシルバーなのがシルバーエンジン用なのね、うん、これだとほらあんまり分かんないじゃん、はい、シルバーは、ね、こうやって飛び出しても気にならないじゃん。あのハイエースの時にコーキング色変えてくださったみたいな。そうそうそう、あれと一緒。これはね、キャブを外すことによってこうやってスッと綺麗に入るんですよ。で横からだとね、あのこのカムが邪魔してね、なかなか入らないんでね、急がば回りじゃないですけど、もう外せばねこれ綺麗に入りますから、ピッとね、はい、あとはこの上にネジを綺麗に締めていく、それだけで。ああ、すごい、ね、でもこれでねオイル漏れが減って、シンゴ君が喜んでくれるならそれではいいでしょう。そうですね、うん、嬉しいことや。おはようございます。おはようございます。本来はこっから外装をつけていくわけですが、そうですね、なんと昨日の夜届きました。お、横浜のね加藤さんというね、僕が結構長いお付き合いしてるペインターさんなんですが、はい、加藤さんはね、まあ正直、はい、本当に野望も何にも出してないんですよ。はい、しかし知る人ぞ知る、そういう感じで、あのお世話になってるね業者さんは多いんじゃないかと思いますが、前回佐田くんのねバースデー企画で登場した木目田くん、もともとは加藤さんにも相談してたんですよ。それで、あの、まあ、加藤さんもあの動画見ましたと、すげえ面白かったと、ね、だから加藤さんも逆にあれを見てそのクリエイターの心に火がついて、僕もいろんなのに、はい、あの挑戦したいと思ってますんで、またお願いしますって言われたから、はい、お、じゃあぜひぜひ面白いのやりましょうということになったわけですが、はい、ね、この、まあ、外装はね後々ちょっと取り付けますが、この車体ね、はい、まあ、アップハンドル、はい、シート、はい、ね、集合マフラー、はい、ね、これついてますが、はい、やっぱりちょっとね好き好きとはいえ、はい、やっぱ変えた方がいいっていう部品部分があるんですよ。え、何だと思いますか。慎吾君にこれも相談してされてたんですけど、はい、やっぱりこのウインカーね、あー、はい、これも、はい、ノーマルウインカーでショートウインカーステイに変えるだけとかでもかっこいいんですよ、はい、ね、この後ろもウインカーステイちょっと長すぎる、ね、これ慎吾君はねもう言うて もう佐田君の追っかけですから、はい、まあ、佐田君がつけてる部品なんですよ、要は。おお、はい、これヨーロピアンウインカー、あ、はいはいはい、これね、まずこれで色もね、これ慎吾君に前々からね俺探り出したんですよ。おー、ウインカーつけるなら何色がいいのみたいな、そしたらメッキボディのクリアーがいいですみたいな、はい、でしかもねちょっとこれ今回あれなんですけど、本当はこれ慎吾君に別にやるとは言ってないんですよ。あ、そうなんですね、はい、はいはい、ただ外装が上がりましたと、はい、
言ってるだけなんですよ。だけどもう本当はね、これほら動画もう間に合わないから、はい、本当は僕クリスマスプレゼントとしてこれとね、はい、フェンダーレスキットを、はい、クリスマスで、はい、企画でプレゼントね、慎吾君のほらもう接客外装まで仕上がったんだから、ウインカーとかがないと俺の中ではもうちょっとねおかしいなっていうことで、まあ慎吾君にはねいろいろ美味しいものを食わしてもらったり、はい、でもその分ちょっといじられてムカッとすることもあるんだけど、はい、まあというわけで、はい、まあ、今日はねまず前半はウインカーを取り付けして、はい、フェンダーレスキットをつけます、はい、そして後半は外装を取り付けます。楽しみです。はい、そして慎吾君のところに持っていき、はい、ね、その後は慎吾君のチャンネルでやってもらおうかなと思います。いいですね。まああの坊主は気づかない可能性もありますけど外装に目がいっちゃう可能性がありますからね。まあそういう場合はもう本当にね、これで暗い顔してはい、自分から自白する、そういう企画でございます。はい、ね、じゃあまず簡単なねフロントからやっていきましょう。はい、というわけで、まずねヘッドライト外してね。はい、でねこれね一回もねこの外されてないやつだからね、頭が丸くて、はい、ここの先にネジ山がないんですよ。あ、本当ですね。これには理由があって、はい、要はねこちっちゃい穴からこのネジ山が、はい、これがあることによってこれが先に入れば斜めのところに入んないわけよ。あー、なるほど、はい、そうするとネジ山を崩さないね、はい、この日本人ならではっていうか、まあ外国の製品見たことないから分かんないですけど、はい、こうきめ細かい今のネジ使うとこれがないんですよ。いきなりネジ山なんで、はい、そうすると入れると斜めに入れちゃったりして、はいはい、あのネジ山崩しちゃう時もあるんですよね。はい、そうするとずっとくる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 回るけど、はい、決まらないって、ネジ山が壊れてるから。ほらちっちゃいやつここで合わすんだよ。はいはいはい、ほらそうすると綺麗に入るでしょ。面白い。斜めにこれ入んないようになってるんだよ、これ斜めに。あ、こういうところが入るよ。すげえね。でこれマジで俺昔から不思議なのに、はい、これ川崎はこのギボシが超細いんですよ。もっと普通はね丸くて、もっと太めなんですけど、普通はこういうほらこっちなんですよ。ああ、はい、あ、本当だ。なぜか知んないけどウインカーだけこれなんですよ。俺ほんと不思議で昔から、はい、だからこれだけ別で買わなきゃいけないんですよ。なんでやろうなっていつも思ってますけど、ショートウィンカーさん、はい、めっちゃ違うでしょ。あ、本当ですね、うん、だから純正ウィンカーでも、はい、やっぱ改造してくるとショートにした方が、はい、俺は個人的にはかっこいいと思う、はいはいはい、全然違うんですよ。ほら見て、あ、全然違いますね。ね、だからここに例えばよ、はい、こうやってでかいウィンカーがこうやってついたとしても、ほら、おお、ね、全然印象変わりますね。でしょ、はい、これは俺はカスタムの基本だと思ってるから。はい、俺はね結構好き。かっこいいだろ、前から見て。めっちゃかっこいいっすね。ああ、もう全然印象変わりますね。うん、でね、俺は正直ね、はい、これほら一個ずらしたいんだよ、ここをずらして。いや、ほら見て、フォークもそうじゃん、ライトをつける。あ、本当だ、うん、それの方が俺はバランス的に好き。はいはいはい、だからね、こうやってくっついた時にね、まあライトがこれなんかちょっと出るからいいんだけど、はい、ここがほら丸くなってきて、ガラスの、はいはい、だからちょっとライトの方が前に出るからまだいいんだけど、はい、これが今のやつって平面だったりするんだよ、はいはい、まあ、そうなるとね、俺ちょっとあんま好きじゃないから、これもうまあこれ変、こだわりっちゃこだわりなんでね、変な、はい、カスタム、わあ、いいっすね。かっこいいよ、本当に印象変わるな。そしてね、私は一つ言いたいのがですよ、はい、ね、川崎さんがねこういうネジできめ細かいことをやってるにもかかわらず、はい、これねウインカーの玉が入ってないんですよ。ああ、ね、はい、せっかく買いました、ウインカーの玉が入ってないんでウインカーつかないでしょ。そうですね、ね、うちはこういうのを知ってるんで、こういうね、はい、玉を別で取ってますから、はい、ね、玉は入れてあげてください。あ、それでちょっと高くなったって、はい、購入してる人は何も言いませんから。そうですね、はい、しかもこれオレンジじゃないと車検通んないんですよ、クリアなんで、はいはいはい、これもねなかなか普通にそこら辺で売ってないですから、
基本はほらこういうオレンジのレンズっていうのが普通だから。はい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 、はい、売ってるのはもうクリアが多いんですよ。知らないで買った人かわいそうですもんね。そうそうそう、だからまあまたすぐアマゾンで買わなきゃいけないんでしょう。はい、もうほんとね、かっこいいよ。いいっすね。だってこれさ、俺持ってくのはクリスマスの前ですからね。21、22ぐらいにこれ持ってくんだから、はい、クリスマスプレゼントなんですよ、どう考えても。そして黒瀬君との釣りを他にしたっていいんだよ、はい、俺はいや、あれこそやっぱクリスマスですよ。まあね、はい、あれ良かったもんね。いや、良かったです、ね、あれも良かった。だから分かるね、結果あれをクリスマスに持ってきたいという、はい、あのケントの乙女心も分かる。あんな綺麗なイルミネーションでやってるんですか、ね、そう、だからあの気になった方はね、はい、あれをこの趣味飛行の方は全然見る人いませんから。そうです、ね、皆さん見てください。見ていただけると、はい、あの本当にあれはもうクリスマスって感じの動画になりましたから。ほら、どう、いや、いいですね。これでもだいぶ変わりますね、印象が。そうだ、これは気づきますね。だからハイエースをガチャッと開けた瞬間、はい、まず外装よりフェンダーレスとウインカーが目に入るはずなんですよ。そうですね、はい、だからそれを慎吾くんがちゃんと気づくか。本当に入ってない。入ってないよ、はい、本当に。最初から入っててくれればいいものの。いや、本当最初から入ってればさ、ね、わざわざこんな開ける必要もないし、なんで入れないじゃ意味を逆に教えてくださいってなるんですよ。そうですね、うん、好きな色選べるわけでもないのに。そう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 、おー、ね、いいっすね。はい、これいいよ、かっこいい。そしたら次はケツよ。はい、わあ、これめちゃくちゃ面倒いな。あ、ここにあるんや、ほら。おお、はい、面倒いっすよ、これやるの超面倒いっす。自分で考えて、はい、自分で面倒くせえ企画にしまったな。こういうの多いんだよな、俺な。こういうの多いんだよな。蓋開けてみたら、そう、でもまあさ、はい、勉強だからこれも、はいはいはい、うん、だって本来だとこんなんさ言われなきゃフェンダーレスキットなんかつけることないんだからさ。確かに自分からは。そう、だからそういう意味ではまあこれでね、はい、自分のあれを上げてるわけ、はい、あれって何だ、その知識。そうそうそう、はあ、ね、はい、でこれにフェンダーレスキットをつけてってウィンカーもつけていくと、はい、そういうことでございます。これはほんとしっかりしたものづくりよ。すごい、めっちゃよ。はい、うわー、かっこいいだろ。かっけ、まあ、いいっすね。こだわりよ。